読めなかったね今君。事件が起こった時に、目で必死に読んでましたね。事件が起こった時にザイモンはどこにいたのか。被害者。ほう。ここ。ザイモンは来てたんですよ。うん？変装してたんです。あのザイモンが。はい。ああなのであの白いのがザイモンで、そうですね。腹ばいが犯人。腹ばいが犯人ですよねこれね。腹ばいが犯人です。最終的に腹ばいが被害者みたいになってますけど。はい。じゃあ被害者です。ここ。はい。ザイモンさんはこのポイントに立っていたのです。ズバリそう、そこは被害者の正しき捜査官がいた場所ではないですか。正しくは正しき捜査官ではなかった。正しくなかった。そう、カメラに映っている被害者はザイモンさん。正しき捜査官の格好をしたあなただったのです。バカな、腹ばい巡査は現場で正しき捜査官を見ている。顔を見れば気づかないはずがない。いきなり。しかし腹ばい巡査は正しき捜査官を知らなかった。それに彼はこんな証言をしています。ああ、保管室に入った本官は ID カードの提示を求めたであります。それで ID の提示を求められた正しき捜査官はどうしました。なんと、いきなり本官にナイフを向けたであります。これきついよ。ずっと不思議でした。 ID カードを持っていたのならなぜ見せなかったのか。確かにそれを使って保管室に入ったわけですからな。答えはシンプルです。見せることができなかった。ID カードには写真が入っています。あ、これでは ID カードを見せた瞬間にバレてしまいます。正しき捜査官の格好をした別人であることが。いかがですかザイモンさん。カウボーイにしておくにはもったいない想像力だよ。だがね、そういうの俺たちは状況証拠って呼ぶらしいさ。状況証拠？まだ認めないか。残念だが、捜査官を自白させるには爪が甘いさ。この俺が被害者に変装していた、それを立証する証拠がないと。ほんま、あなたのその非協力的な態度どうかと思いますぞ。多分あんたのヒゲが気に入らないんだろう。また言っていかがですか。弁護人に何か証拠はあるのですか。この裁判官、裁判官このザイモンさんが実際に被害者に変更できていた証拠です。それは無理だ。そんな証拠は。そうそう、追い詰められたインパラの目、悪くないぜ。インパラだって。どうやら荒野に骨を晒すのはあんたの方さ。だって。バカな。どう考えても明らかなのに、何か手はないのか。誰か。みっちゃん。おいいぞ。ここへ来て経験不足が顔を出したようだ。ピコン。私もある人によく言われたものだ。追い詰められた時こそ基本に立ち返れと。基本。僕の基本は千尋さんのあの言葉だ。なるほどくん、発想を逆転させましょう。ザイモンさんが変装していた、その証拠を探すのではなく、変装したことによって発生した証拠を探すんだ。そもそもなぜこの保管庫は開かれたのだろうか。どういうことですかな。普通に考えればわざわざ犯行時に保管庫を開く必要はない。なのにこんな大きな手がかりを残したということは、保管庫を開けたのは計算外のことだった。弁護人の主張によれば、ザイモン京介は事件当時正しき捜査官に変装していた。そして事件の後、なぜか自分の証拠保管庫を開けています。保管庫から白い何かがはみ出ている以上、白い何か、それをしまうため保管庫を開いた。そう考えるべきだろう。その通り。一体その白い何かの正体は何だったのですかな。おそらく全ての答えはカメラが捉えてるはずです。カメラが捉えてる。証拠はない。何かあるとすればこの映像だけだ。それで
ではもう一度映像の検証に入ります。犯行後、証人は白い何かをしまうために保管庫を開きました。証人が保管庫を開けさせざざざる…えらくなった毎回ダメじゃねえかここ泣いちゃった。さあ、というわけでちょっとヒントみたいな感じでちょっとだけ早送りしますね。はい、はい、ここら辺から見ていきましょう。気づくかな。いけなきゃいけない。要は変装してることをね、変装したことによって発生した証拠っていうのを出さなきゃいけないと。はい、もう終わってます。ピさあ、今回はあ、トモさんもまだピンときてない。トモもピンときてないですね。でもう一回戻しますね。はい。服を隠したんだよね。おお、なるほど。汚れたから結婚がってこと？服をしまってた証拠は特にないけど、はい、タロちゃんの推測としては要は変装グッズをしまった、はい、ってことね、はい、で変装グッズをしまっただと予想にしかならないよね、はい、着てちゃいけない理由があるんじゃないかな。着てちゃいけない。要は正しき道をの変装をしていたこと以上に、はい、この服を着たままでいるのはやべえ理由があればいいんだと思うんだよね。はい。はい。え？もう一回いきましょう。お？もう今のシーンの中にあります。はい。はい、出ちゃやべえってこと。じゃあもうちょっと言い換えましょうか。はい。正しき道をの変装グッズが、はい、この映像の途中でとある変化を遂げてます。あっちついたっこ。ああ、ではなくて、なんかもうちょっと驚きながらいい感じにリアクションしようよ。それはなんか汚れたからって言ったから、汚れたって言ったけど別に。そうですね、ここで血がついてるんですよね。で、血がついてるってことは少なからずさっきまで血がついてなかったんだから、はい、この血はもうそうなってくるとザイモンか腹ばいの血であることが確定しちゃいますよね。はい、ってなってくるとこの変装グッズっていうのの、要は例えば同じようなコート持っててもしょうがなくないですかって証言したとしても、この血がついてるかついてないかで話が随分変わるじゃないですか、はい、っていうところでこの血痕が証拠になります。あ、はい、なるほど。あなたは何かの理由があって正しき捜査官の格好をして、はい、証拠保管室に侵入しました。その理由はまだ分かりません。まだね。しかしそこで予想外のことが起こったのです。腹ばい純さんの登場です。ID カードの提示を求められて、あなたはナイフで脅そうとした。ところがところがどっこい。腹ばい巡査はパニックになってしまった。すごい格好してたね。そしてあなたが着ていた白いコートは血で汚れてしまったのです。血のついた白いコート。そのまま出ていくわけにはいかない。そこであなたは自らの保管庫にそのコートをしまい込んだのです。やるじゃねえかカウボーイ。うえそれでは証人、聞かせていただきましょうか、本当のことを。どうやらあんたたちを見くびっていたようだね。なあ、三剣健二さんよ。2年前、あんたが今日と同じように正々堂々とあの事件を扱ってくれていればな、きっとこんなことにはならなかっただろうに。ザイモンさん、聞かせてください。あなたがやったことを全て。どうやらそうする時が来たみたいだね。さあ、というわけでザイモンの自供。証言。はい。あの日しかなかった。俺はあいつを死なせたくなかったのさ。 ID を盗んで奴に変装して証拠品を運び出すつもりだった。腹ばいの邪魔は予想外だったさ。なんとか殴って気絶させて
逃げ出して。カメラに映らないエリアは調べてあったし。5時15分、あの時、保管室で殺人事件はなかったのさ。なかったのさ。やはりあの被害者はあなただったのですか。しかし、妙だな。現場である保管室の床にはかなりの血痕が残っている。殺人事件がなかったとしたら、これらは一体。腹ばいのやつ、自分で勝手に手を怪我したからね。血の気の多い若者だったってことじゃないかな。そうは見えなかったけど。さあ、というわけでございましてですね、本当にですね、キャストが変わってよかったです。次やることは全揺さぶりです。あいつというのはやっぱり。聞くまでもないだろ、カウボーイ。 SL95 事件のことか。解決されてから2年、あの日の申し送りで事件は完全に終わるはずだった。そんなことは認めねえさ。あの事件はまだ終わっていない。でも保管室に忍び込んでどうするつもりだったんですか。解決した事件の証拠品は担当捜査官しか調べられない。どんな手を使ってもこの目でもう一度調べたかった。あの事件はそう、俺の事件なのだからね。ザイモンさんはあの事件の捜査の責任者ではない。なのになぜそこまでこだわるんだろう。あの日は最後のチャンスだった。だから俺は ID を盗んで変装して、はい、なぜ正しきさんに変装なんかしたんですか。あくまで正しきが証拠品を申し送りしたことにしないと。せっかく証拠品を盗み出したのに逮捕されちまったら意味がない。もちろん防犯カメラを意識してのことだろう。被害者の ID カードもやはりあなたが。事件当日の朝盗み出しておいたよ。なるほど。そういえば遺失物届が提出されていたな。やつの ID カードならしっかり返しておいたぜ。検事局の地下駐車場の床の上にな。僕が見つけたあの ID、 ザイモンさんが置いたのか。結局のところ君が優秀でないおかげで計画が成功したというわけか。どういう意味だ坊や。指紋のロックだ。もちろんいくらうまく変装しても指紋を変えることはできない。本来ならばあの保管庫は開かなかったはずなのだ。偶然手袋が挟まっていたから保管庫は開いた。つまりザイモンさんより前に正しきさんが開けていた。で、腹ばいの邪魔は予想外だった。ナイフを突きつけて追い払おうとしたんですよね。俺としたことが少し動転しちまったさ。予定では警備室を開けるのはほんの5分ぐらいのはずだった。まさかその短い間に誰か来るとは思わなかったさ。確かになかなか得難い人材と言えますな。その巡査刑事と不審者を勘違いして ID の提示を求めるとは。来月の給与査定少し考えてみるとしよう。すごい権力を持ってるよなあいつ。とにかくあいつが暴れるから少し傷つけしまった。すまなかったと思ってるぜ。思いっきり殴って気絶させたし。ちなみに腹ばい巡査に向けたナイフはどこに。ああ、こいつのことかい。こいつのことかい。なんにも言葉が浮かばない。ママ、それでその後どうしたのですかな。で、逃げ出したと。やはり事前に調べてあったんですね。荒野の狩人は用心深いのさ。役に立つとは思わなかったよ。録画されたカメラの映像は6時間ごとに消去される。うまくいけば何の証拠も残さずに済んだのにな。ところが腹ばい巡査の抵抗によってコートに血痕が付着したわけだ。警備室に戻った時人がいたらおしまいだからね。保管庫を開けて念のためにコートを脱いでおいたんだよ。その時腹ばい巡査は気持ちよさそうに寝てたな。腹ばいで。お、腹ばいだけに。つまり証人その時保管室では。で、5時15分保管室で殺人事件はなかった。しかし現場に残った血痕は事件があったことを示しています。しつこいカウボーイは嫌われるぞ。カウボーイ、カウボーイ。
カメラに映っていた被害者はこの俺、こうして生きてるさ。それで君は保管庫から証拠品を盗み出したわけか。それがそうはいかなかったさ。どういうことだろうか。俺が保管庫を開けた時、証拠品はすでに消えていたのさ。なんですと、ミツルギ検事、その証拠品は今もなお行方不明。あらららららら。正しきさんの空っぽの保管庫、証拠品は盗まれていたのか。ザイモンさん、一つ聞きたいことがあります。聞くのは自由さ、カウボーイ。誰も止めやしないよ。そしてもちろん答えるのは俺の自由さ。どうしてこんなことをしたんですか。捜査官の ID を盗み出して、腹ばい巡査まで傷つけて、立派な犯罪じゃないですか。しかも君は巡査だ。これはもう重罪と言えるだろう。来月の給与査定で片付く問題ではない。もともとそういう問題じゃないけどな。な、言っただろ、ミツルギの坊や。あれはあんたの事件じゃない。この俺の事件なんだ。納得のいく答えを見つけるためなら何だってするさ。あ、まあ、その異常とも言える熱意証言に加えていただきましょう。証言、そう。SL9 号事件を忘れない。その理由、あんたにわかるかな。答えに行く前に一回揺さぶりましょう。待った。でも、その事件は2年前すでに解決してるんですよね。だからこそ証拠品が保管庫にしまわれているわけですからな。青影城、断罪されるべき犯罪者だった。判決は当然だった。私にはそう断言できる。覚えています、青影城。連続殺人犯でしたね。その結果にケチをつけるつもりはないさ。しかし、どうしても納得できないことがある。あの事件の裁判には何かあった。語られていない物語。一体それは。まだわからない。そいつを調べたかったのさ。彼がなぜそこまであの事件にこだわるのか。なんで。その理由と考えられる事実、突きつけてみるか。いつかはここに繋がると思ってた。今回の関係者が全員何らかの形で登場する事件、もう一度資料をチェックした方がいいかもしれないな。さあ、というわけでございまして、この SL9 号事件の資料読んでなかったですね。読んでないです。はい、まず SL9 号事件は解決した事件として、犯人の名前は青影城、罪状は連続殺人、量刑は死刑。死刑。で、被害者の記録というところでございますが、太郎ちゃん読んでって。曲がり角、昼夜、うん、草場、影丸、はいはい、と八里江、うん、八の巣、たまみ、うん、な、ぐり、たけし、うん、大門、なおと。で、さらに、担当検察官が三つるぎれじ、検察側証人が、はい、ほおずきともえと、ほおずきあかね。で、なおかつ捜査指揮が、ガントとおほおずきともえ、捜査責任者が正しき道を、はい、捜査官が左衛門と一の矢強化。役満みたいですね。はい。しかしながら、あらあら、見覚えのある名字が。はい。もしかしてこの熱量でなんかずっとやってるっていうのはなんか、はい、ご家族にご影響があったんですね、きっと。ザイモンさん、なんとなくわかる気がします。あなたが SL9 号事件にこだわる理由が。きっとサボテンのせいのいたずらだろうさ。ここにSL9 号事件の資料があります。この中に左衛門の名前を見つけました。連続殺人事件の被害者の一人です。左衛門直人、あなたと関係のある人物ですね。左衛門直人。坊やは当然聞いたことがあるだろうさ。なんせ2年前、あんたと同じくだらねえ賞をもらった名検事さんだからな。なんですと、検事。賞ってやっぱり
ケンジ・オブ・ザ・イヤーか。オブ・ザ・イヤー思い出した。左衛門直人ケンジ、私が担当した SL95 事件の前任者だった。